こんにちは。ピンマックス純正品超音波チップを製造しております、錦部製作所の錦部光義と申します。本日は本当の意味でのフェザータッチということでお話をさせていただきます。錦部製作所の動画は、あなたが患者さんからあなたのスケーリングは気持ちいいねと言われるためにあります。そしてそうなることができます。まずは錦部製作所の自己紹介動画を5秒お付き合いください。では本題に入っていきたいと思います。フェザータッチという言葉を聞いたり、すでに実践しているよという方もいらっしゃると思います。で、フェザータッチというのをですね、まあ歯科的に、直訳とかっていうのをしますと、羽毛で触れるようにスケーリングをしていくというような意味になります。で、羽毛で触れるようなスケーリングというのは何が言いたいかというのは、つまり優しく、スケーリングをしましょう、優しく紙面に安積に超音波チップを当てましょうという意味なんですけども、優しくというとですね、ちょっと曖昧な部分もあったりすると思うんですね。これをもっとこうはっきり言うとですね、可能な限り力を入れないということになります。なのでフェザータッチという意味は、可能な限り力を入れないんだというふうなことを言ってるんだと、考えてください。で、これが本当の意味ということではないんですね。これは今何をフェザータッチが言ってるかということをお話ししたんですけども、ではフェザータッチはなぜ必要なのか、皆さんどう思われるでしょうか。患者さんに優しく治療するため、先生やドクターの指や手首に負担をかけないため、で、こう思われたと思うんですけども、これも正解です。ただもう一歩踏み込んでいきたいんですね。超音波スケーラーで超音波チップをですね、紙面などに強く押し当てるとですね、実はチップが止まったり、チップが当たる回数、まあ、チップは約1秒間に3万回振幅するんですけども、その回数がこう減ってしまったりするんです。ということは、パワー、押し当てることによって、効率が悪くなるんですね。そうすると結果的に、患者さんや、先生や衛生さんの負担が増えるということになるので、優しく当てることが必要ということになります。で、最終的にはですね、パワー設定とフェザータッチはセットで考えなければなりません。これなぜかというとですね、パワー設定 P の5で、例えばスケーリングをしたとして、あ、これは P の5で取れる。ちょっと P の4に下げてみようかなというときに、あ、このパワー設定の話はですね、パワー設定前編後編でお話ししてますので、このフェザータッチと同時に、パワー設定の前編後編も見てください。で、この P の5でやって取れるときに、P の4に下げる。で、P の4に下げて取れなかった場合はですね、力を入れるのではなく、P の5に戻しましょう。で、万が一、この P の5でも、取れない場合ありますね。最初のパワー設定というのがありますので、その最大までいって取れなければ、チップを変える。という手順でやってください。はい。今日は本当の意味でのフェザータッチというお話をさせていただきました。このように、超音波スケーラーや、超音波チップ、またシャープニングについてのお話を今後もしていきたいと思います。実際に、研磨する、歯を研いでいる職人のシャープニングの話、興味ありませんか？励みになりますので、よろしければ、チャンネル登録やいいね、またコメントなどもお待ちしております。本日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。